始めるとするか。さあ、来るなら来いよ。何？くれ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。だぞ。覚悟はいいか。魔漢光殺法。バカだ。この私が。これで邪魔者は消えたな。さあ、勝負を再開しよう。いいだろう。決着をつけてやる。どうした？ふざけるのもいい加減にしろ。全力で戦う。俺の勝ちだ。17号。17号をここまで追い込むなんて、やるじゃないか、あんた。覚えておけ。孫悟空を殺そうとするなら、この俺が立ちはだかるということをな。ち、今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのは、また今度にするか。行くぞ、16号、18号。ピッコロさん、すごいや。たった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて。ひとまず助かったぜ。今のオラじゃあいつらにも苦戦しただろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。お前も修行を怠るなよ、ご飯。はい。セルの脅威、そして一時的ではあるが、人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが、次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。